SNS などを通じ嫌がらせを受けるネットいじめが増加傾向にあります。新潟市の高校で今日、トラブルの相談があった場合、どのように対処するか先生たちが話し合いました。新潟南高校で行われたいじめに関する対応訓練。生徒の保護者から SNS 上に自分の子どもに関する嫌な書き込みがあったと相談を受けた想定で、学校としてどのように対処するか話し合いました。この書き込みの言葉っていうところありますし、お家のお母さんからのタイトルもありますので、これいじめの疑いとして対応していくことだなと思いますので。文部科学省によると、ネットいじめの認知件数が2021年度は全体で21,900件、年々増加傾向にあります。学校生活の中だけでは見えにくいため、学校側はいじめの可能性も考え、迅速で適切な対応が求められます。生徒からの訴えですとか保護者からの情報提供あった場合には、組織で複数で動いて、お互いにこう意見出し合いながら、一番こう生徒を守るっていうことを一番最重要視して動いていきたいと思います。県は10月までに全ての県立高校などでいじめに関する対応訓練を行っていくとしています。